はい、こんにちは。この庭、このゴミだらけの庭、きれいな庭と子供たちの遊び場にするためには、第一目標はこのコンクリート全部処分する。問題は入り口がとても狭い。これがとても狭いから、街側には多分60、70センチぐらいしかないから、トラックとかユンボ、ちっちゃいユンボでも入れない。だからこの一輪車でやろうと思ってたけど、重い 多い コンクリートが多い。とりあえずちょっと溶かしてる。こっちまで運んでるのは、一時的にはこっちに貯めてたからどうにか出すと思って、あとはこっちには、家には、一時的でも庭に、家に入れるようにこっちに登って、簡単に入れると思って、後でウッドデッキ作れた日だね。でもやっぱりコンクリートが多い 重たい。一輪車で手で運ぶのがちょっとどんだけ時間かかる 何年かかるか と思ってるから、ちょっと考え直してる。この入り口を幅広くしたら、この塀を壊して、この地面を下に下げたら、測ったらギリギリ軽トラが入るはず。ギリギリ入る。測った。だから第一目標は、多分蚊がいっぱいいる。第一目標は多分この入り口を大きくする。で、第二目標はこのコンクリートでどかすかもしれないんだけど、仕事から帰ってきて何もしないのが、なんとこっちに出てから考え事をしたりしながらちょっとコンクリートどかしてる。誰かいい考えがある、いいやり方、いい提案があればぜひ連絡してください。よろしくお願いします。はい、じゃあね。